今シーズンは、自分にとっても、とても辛いシーズンでしたが、数多くのサポーターやファンの皆さんに、熱い、お声をいただき、ここまでやってこれました。去年のシーズン後に、左膝を手術して、痛みと戦いながらやってきたんですけど、まあ、思ったことは、大して動けないのにここまでサッカーに執着してやってこれたっていうのは、サッカーの素晴らしさを自分自身感じ取っていたからかなと思います。今シーズンは、本当膝との戦いで辛かったんですけど、ここにいる素晴らしいスタッフ、監督、そしていつもそんな俺を、励ましてくれる素晴らしい仲間とやってこれたから、最後まで続けれたんじゃないかなと思います。でここにいる家族にはいつもそんな辛さを飛ばしてくれる笑顔をもらえて、とても、個人的には素晴らしい体験をできたと思います。これからカタールはもっともっと大きなクラブになっていくと思うし、僕自身のふるさとのチームなんで、これからは一ファンとして応援していきたいし支えていきたいと思います。長い間ありがとうございました。